それでアシモ、今回の依頼は。かつてサイバーディーバの歌声を国中に配信していた大電波塔アマテラス、お前にはこのタワーの外面から侵入し、警備兵やメカを制圧してもらいたい。私は内部から侵入する。インサイドとアウトサイドからの同時攻略だ。アマテラスは今は通常のメディア配信にしか使われてはいないが、あんなものがある限り、シア、彼女も安心して眠れないだろう。始まる。無論我々にとってもあのタワーは今後の危険性をはらんだ施設だ。お前の活躍期待しているぞ。こちらシープスリーダー、タワーの内部に潜入した。こちらもタワー外面の制圧を。リニアカタパルトが設置されているようだ。それは特殊コーティングした荷物を高速で射出運搬するためのマシンだ。サイバーディーバの裏はかつてこのタワーによって配信発散されている。サイバーディーバ、彼女の力は本来それほど広範囲に作用するものではない。にもかかわらず能力者の素材が高い精度で探知されていたのだ。リニアカタパルトをうまく乗り継いでいく。自分焦げに触れるとダメージを受けてしまう。注意する。荷物運搬用のカタパルトなぜ周囲に。リニアカタパルトを罠として使っているのか。カタパルトに触れないよう気をつけろ。通路が狭い。普通のジャンプじゃ飛び越えにくい。ダッシュジャンプなら少しは飛び越えやすくはない。雷撃輪のホバリングを利用してみるのもいいかもしれない。こっちも大体それぐらい。どうしたの？いや、こちらが少々厄介な状況になったものでな。念のため一時通信を取り、お前の健闘を祈る。フラッグ。心配がないといえばそう。GV 応答してくれ。橋本、無事だったんだね。ああ、心配をかけた。少しは水床は下を押しながらジャンプボタンで降りる。
警備が思ったより手薄なようだ。連中にとってこのタワーはそれだけ重要度が低いのだ。あるいはジブリ、そちらに戦力が集中しているのかもしれない。気をつけてくれ。了解。ゲートモノリスがそろそろ合流できそうだ。了解。私の方も直に目標。スメラギの能力者か。部下より連絡があった。雷撃を操る能力者とはやはり貴様であった。この先には行かせんぞガンボルト。私はイオタ、スメラギノ。この国の栄光を守護せし光の戦士。この大電波とアマテラスはスメラギノ意向をあまねく世界に知らしめるためのしるべ。貴様のような国賊に落とされるわけにはいかんのだ。光は我と共に。スメラギはただの企業だ。国そのものの一家だ。光よ、スメラギこそ真にこの国を管理、守護する光の守り手よ。だからこそ私は軍を退き、スメラギについたのだ。カラフルこの国の栄光と五国のために。能力者を借り集めるって大変だと思えない。光が所詮国賊ごときには分からぬことよ。貴様は我が光よ。ナイトスピードのセブンスに目をくらませていればよい。電流の伝達速度など所詮は亜光作。光に消えよ。真なる光には決して追いつけはせんのだ。お前を落とす。犠牲はいいようだ。だがゼロブレイド遅いぞガンボルト。まだだ。その速度では私の速さは見切れまい。逃がしませんはいいと言った。光に消えよ。派手なだけじゃないか。逃がしはせん。見切れないほどじゃない。ムカつか。ほっとくうるせえが。飛ばし、アームドブルー。ライトニングスピード。光あれ。激破完了。GV、お前があの能力者を引きつけておいてくれたおかげでこちらもタワー内の制圧に成功した。このまま落ち合おう。行ける。問題ないよ。このまま合流ポイントに向かう。GV 聞いたぜ。ロゴだったか。新しいダートカートリッジを手に入れたんだってな。
当たり前だが、ダートは装備しなけりゃ使えねえぜ。まあ、お約束ってやつ。あとはあれだ、素材。ミッションをクリアした時に素材アイテムを手に入れなかったな。素材アイテムがたくさん集まれば、ショップで新しい装備アイテムを開発できるんだ。装備とショップ、どっちもメニューを開けば行えるぜ。そうだ、シオン。シアンに受け取ってほしいんだ。ありがとう、GV。あの、GV、これって…言っておくけど、ジーノが置いていったものだからね。じゃあジーノさんに面白かったって伝えておいて、あと続編があったらお願いって。